こんにちは、こんばんは、一世です。なんかうちで撮るの難しいな今日は11月7日池袋ブラックホールさんで歌&一世誕生、追加公演なんたらかんたら、させてもらいました。ありがとうございましたたくさんプレゼントもねいただきまして、お花も出していただきましてね、まあいい感じの誕生日ライブになったと思います。はい、ありがとうございました。あれももらいました、あの誕生日プレゼント的なあのメーカーズマーク、まだあんま飲んだことないけど、これね、まあ、これね、これちょっといただきましょうかね、これ、炭酸ウィルキンソン、まあまあなかなか渋い渋いね、これ。あ、アメリカの、うん、ありがとうございます。いただきました、あのマフラー、超マイバッサーチ。マフラーあんまりかけたことないですけどもね、みたいな、なんか変わりましたかね。はい、まあ、そんなこんなで、あの来たる11月28日、新宿アンチノックさんでナザレトップ20から1 開催します。ね、ネモフィラっていうアルバムが発売しての、今インストね、コロナでなかったんでね、まあアウトストアっていう感じでまあやらせてもらうんですけどまあ告知せず、あの LINE アットであの、ね、票を集めたわけですよ、ファンの皆さんからね。まあ、ナザレももう、まあ2年、でももう2年で50曲以上あるんで、まあ、それぐらいできるかなっていうことでね、まあもうね、2年で5年ぐらい活動してるんじゃないかぐらいのね、曲あるんで、まあそういうイベントやらせてもらおうかなと思いましてね。なんでまあ、それに先立って、まあ俺的にもね、なんかあの、まあどの曲も好きですけど、まあその中でも特に、お気に入りの曲、まあ何だろうね、あのそのまあ聴いてる側と作ってる側でまあ結構あの感じもね違うと思うんで、まあまあそういうどういう感じで作ったとかいういきさつから、まあ俺も20位からやろうかなと思ったんですけど、まあ結構どっちつかずな曲が多かったんで、まあ、あのトップ10からにしました。はい自分的なお気に入りをやっていこうかなと思いますはい、第10位ででん、アイデアです。まあ、この曲はファーストシングルとして出したんですけど、まあ、まあいかにもシングルっぽい曲を作ろうみたいな感じで始めたんですけど、まあなんだろう、あの一番最初に思いついたのはあのサビ終わりのあの琴みたいな音が弾いてるとこ、そう、そこから作り始めて、とりあえずサビ前半にサビ持ってきたらいいんちゃうかなっつって、まあなんだろう、コード進行をねちょっとあの動きまくってる感じ、うん、そうです。なんかシングルっぽい曲ってコード進行いっぱい動いてるとなんかそれっぽくなるんでそういう感じで作りました。まあサビとサビ終わりを先に作って、まああとは、うん、イントロとか後で出してって感じですね、うん、まあそのいかにもシングルっぽい曲っていうことで、まあお気に入りですね。はい、第9位、ネモフィラ、ネモフィラのタイトル曲ネモフィラですね。はい、まあ、この曲はあのまあミオが書いてきたんですけど、まあアレンジがうまくいったかなという感じですね、この曲は。とても、はい、なんだろう、その一発、そのアルペジオ始まりでからの一発、あのとてもなんか重要だと思うんですね、こういうの、あのそう、この一発が結構ね持ってってる、マジであのジャーンって始まるとそう、一発でやっぱそういう一発の感じとかとてもね大事かなと思います。でまああとはシーケンスとかもあのまあ和風なアルバムで、まあタイトル曲でっていう感じで、まあそのね
琴の音とか、まあいろいろ入れようかなと思ったんですけど、まあ そのまんまの音もちょっとまあいろんなね曲で使うから、うん、ちょっとなんかアクションついたやつないかなんて探してて、まあそういうもうちょっともじったようなことみたいな音になりました。はい、第8位はアベンユーアベンユーはマジでとてもシンプル、うん、まあリズムはまあいろいろありますけど、まあとてもシンプルですね。ギターとかとても簡単かなと思います。簡単、うん、まあ簡単にした方がまあ暴れられるし、そうそう、とても簡単な曲ですそう、まあノリとしてはなんかライブ始まりにまあちょっと盛り上げ、最初に盛り上がるかみたいな感じで、まあおはようございますみたいな曲ですね、これは。そう、シーケンスもね結構いろいろ入ってるんですけど、めちゃくちゃ簡単に入れたんですよ。ネイティブインストルメンツもなんだっけまあ後で申し上げますが、そう、それで入ってる音を、まあそう、映画みたいな音源やから、貼ったらその音が鳴るみたいなっていうのをいろいろつなげてったら、ちょっとなんかいい感じになったかなと思って、まあ結構シーケンスがうまくいきつつの、まあね、おはようございますみたいな曲ですね。第7位は、イノセンスです。まあ今秋ですけど、まあちょうど1年前ですね、11月、2019年11月20日とかやったかな、うん、発売しました、このセカンドシングル。まあなんかどういう感じで作ったっつうと、まあそのちょっと秋になってくるとちょっとエモくなるじゃないですか、わかる街中がなんか年末モードに入ってきてみたいな時で、まあなんかこれからの冬のシーズンデートでも行ってね、まあまあ、東京やったらレインボーブリッジを見て見ながらカップルで聴いてほしいなみたいな感じだったんですけど、まあ、ね、そういうノリで作ったんですけど、まあPV は見事に血流しますけどまあこの曲は、ね、そんなもちろん激しめで作ろうと思ってなかったんですけど、まあ、まあ最初ね普通にイントロからやっていこうかなと思ったんですけど、ちょっとなんか微妙やったんで、最初にサビのところをつけてみたら良くなるんちゃうかなと思ってつけました、この曲はね。はい、まあカップルで聴いてください。途中シャドウ入ってますけど結局シャグサ入ってるんですけど、ピタッて止まるとこあるんですよ、ライドシンバルさえ、うん、まあなんかそれもさっきのドローンと一緒ですね、もうこれで結構持ってってるピタッと止まる、うん、すごくお気に入ってます、ここの部分第6位、ただ分かっていたですね。まあネモフィラで一番最初に作ったのこの曲は、うん、ね、去年のね、ちょうど1年前かな、これもマッドピットフェスツアーやってたんですよ。あれどこだっけ、そう、福岡に向かってた時の車で思いついたんですよ、この車運転しててでなんかアウトロのとこはなんか思い浮かんで、おーおーおーおお、アウトロのギターで、まあそしたらなんかまあサビのメロディーとかなんか思いついちゃってね、うん、そのままなんかこうやってね、スマホのボイスメモであおーあーみたいなね、撮ってちょっと録音して、ね、まあ後でちょっと聞き直してプロトゥールスを使ってるんですけど、まあそこに打ち込み直して作ってみました、この曲。結構そういう意味では結構かなりすんなりできたかなと思いますね、この曲は。頭を入れない余裕で、そうなんかね、ジェントっぽい、よくわかんない、ジェントもわかんないけどさまあまあそういうノリも面白いんちゃうかなって作りました、この曲は。はい、第5位は、
サイカロンですね、はい。まあこの曲はね一番手間かかりましたよ。めちゃくちゃ時間かかりました、この曲は、ね、普通なんかまあどのバンドもなんかストリングスとかは入れると思うんですけど、この曲はもうねラッパ入ってるんですよ。ラッパなんつうの、金管楽器、そうそう金管楽器も入って、まあなんだろう、ビヨンドザロストハピネスとかも入れてるんですけどね、金管楽器、ラッパまあただ分かっていても入ってるか、うん、まあこのやろ、このアレンジすっとね、めちゃくちゃ時間かかりました、ね、まあバラードみたいな感じで位置づけなんですけど、人海にはまあこのサイカロンとアンノンが入ってるのがバラード的な、うん、そういう、まあ、まあ結構なんかそうアンノンより こっちの方が自分的には評価してほしかったんですけどまあでもなんかアンノン好きな人、アンノン好きみたいなのはよく聞いてたんですけど、まあこっちのね評価はあんまり聞かなかったんですけど、でもまあ結構表見てたら人気ではありましたね。このそうピアノはね僕はピアノ弾くのだけはどうしても無理なんで、ね、苦手というかトラウマなんで弾いてもらいました、この曲は外部の人に、うん、まあなんかでもこの曲だけちゃうかな、メンバー以外が参加してるのは、うん、まあなんかまあかなり鋭利になったんちゃうかなと思いますね、この曲は。第4位は無慈悲な空。そう平成の終わりみたいな感じでの、そう平成の終わり、そう一番最後かな、4月の去年の2019年4月28かな、うん、人外ビヨンドに収録されてます、これは。まあなんだろう、平成も最後やからちょっとそういう曲を作ってみようかな。まあね、年号が変わるなんてもうね、ね二度と訪れないと思うからまあそう、それでもうそのノリでだけ考えてもう作りましたね、この曲は。もう平成の最後やから、うん、もうここしかないやろみたいな感じで、まあこれもスタートの出しドーンです、ドーン。ここでも結構持ってってるね、この曲はめちゃくちゃキー高いね、この曲。あ、でもこの曲はネモフィラでの2、初回の限定版でね、僕だったんですけどまあまあまあキーは全然出たね、僕は、うん、あ、でも唯一心残りなのはね、撮った時にピックスクイールができなかったね。ピックスクイールね、でもね、そうホイッスルはなんとなくできたんですけど、まあデスボーも全然できてないけど、まあピックスクイール、そう最近練習ちょっとね練習してるんですよ、ふざけて。おいおい結構こうみたいな感じでまあやってます、はい。そう平成の最後にこの曲で飾れて本当に良かったなと思いますね、はいはい。第3位ベスト3ですね、これも軽蔑された愛情と、まあこの曲はミオが作ってきた曲なんですけど、まあ本当アレンジがとてもうまくいってですね、そうドラムのタムをつけた感じのなんつう出だしからみたいな、まあこの曲もやっぱドーンなとこでちょっと気持ちよさが出るし、そうそうこの曲ねとても短いんですよ、3分ないかな、そう同じ展開が1個もないかな、同じ展開、うん、そのサビ1回しかないしみたいな、そうそうそう、でそのままもうすんなり終わってみたいな感じで、あんま長い曲俺好きじゃないんで、うん、さらっと終われてよかったんちゃうかなっていうのですね、この曲は、はいそういろいろそのシンバルとか叩いててドーンが来るところがとても気持ちいい感じがねするので、まあこの曲にさせてもらいました、はい。第2位はすいません、
あの終わりの未来あの SE かよって感じですよこれ。あの SE です。なんやろこのもう最初そのアルバム最初出した人外のそうライブ終わって、ああ今日も良かったなって思えるような SE が作りたくて、うん、作らせてもらいました。この曲はディル・アングレーとかでもあるんですよ。あの本日はお越しいただき誠にありがとうございましたみたいなあのその時に流れてくる SE がとても気持ちよくて、うん、あのなんだろう、ああ今日もえライブやったなみたいなでも結構言い訳みたいな、なんつうのその今日俺ミスりまくったけどみたいな時にでもあの聴いてもらえてね、この曲最後にあのああ今日もライブやったなみたいなそうなんかちょっと、ね、言い訳にもなるんじゃないですかそうあのライブ終わった後で、あ今日もええ日やったな、ええライブやったなみたいな感じで終われるんちゃうかなっていう思いで作りました、この曲は。はい、SE ですけどはい、第1位はセンスオブディストラスト、うん知ってるこの曲結構あのね、なんだっけ2019年6月16かな、うん、あれ高田馬場エリアさんでやらせてもらいました。その時に配布させてもらったこれあのそう人外コーダーに入ってますけども、うちの曲聴いてる人でも持ってない人多いんちゃうかなと思いますね、この曲多分俺ぐらいやっちゃうこれまあ、あのこの曲はね、あの自分の好きなことが全部できたかなと思いますね、この曲は。そう今日あのね、11月7日、2020年11月7日にあのバースライブやらせてもらったんですけど、まあジェシカやらせてもらったんですよ、ディル・アングレイさん、ね、その、なんていうの、2ビートなんであれ2ビートっていうのか知らんけど、まあね、そういうノリがありましての、まあメロディーもうまく展開も結構1,2,3 あるんかな、これあのそうあのもう好き勝手やりましたね、これ作る時はもう本当にあのまあやっぱりそのドーンもあるしね、最後ドーンドーン最初も最後もドーンもあるし、あのなんかそういう意味ではね、本当に自分の好きなように作れてね、うん、その2ビートで爽快な感じで、そうなんか自分が本当好きなものが全部詰まった曲になりました。はい、だからね、一番のお気に入りですまあもうやることないのかなとは思いますけど、まあ、まあまあまあなんか、まあ、ここでちょろっと流れてるだけでもちょっとどんな感じの曲なのかなって掴んでもらえたら幸いです。まあもう手に入りませんけどねはい、まあそんな感じで、まあトップ10でした。まあどうだろう、11月28日にまあそのトップ20やるわけですけども、まあどういう曲が人気なんかなって予想してたんですけど、まあなんだろうね、あのまあやっぱりその受難とか、そうやっぱあのすごく聴きやすい曲なんで、あのまあこの曲とかね、すごい人気なんかなとはまあ予想してたんですけどね、まあうん、やっぱ俺には作れない要素っていうか、うん、そういうのが本当濃い曲なんでね、これは歌作曲ですけど、うん、まああとは Break It Down、 まあこれもライブでドリドリ曲ヨウが作っていましたけど、ね、本当この曲ね、あの本当この曲俺いじってんですよ、あの本当あのメロをつけたぐらいで、まああとちょっと削ったぐらいの、うん、感じなんですけどね、もう本当にもう完成度が高くて乗りやすい曲です、これはもうアゲ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 エイジみたいな感じの曲、まあこの曲も予想しましたけどね、まああとメアリーとかね、あのまあこの曲はね、あのメンバー全員口揃えて言うけど、あのどんな激しい曲とかよりもね一番難しいです、この曲実は
ボーカルも聴いてくれるし、まあ、ギターもちょこ動かすし、まあ、ベースもね、あの歌作ってきたけどかなりもう動いてアレンジさせてもらいました、この曲は。まあ、細かいね、キックパターンとかもね、あの、うん、大変ですよ、この曲実は微妙に長いしまあ、あとはアンノーンか、うん、アンノーン、まあね、みんな好きなんかなと思いますけどね、うんまあ、分かりやすいのがね、まあ、聞きやすいよね、この曲も、うん、まあね、サイカランも聞いてまあそんな感じで、まあもう結果出てますけどね、この曲みんな好きやったみたいな曲も結構ありつつね、うん、ね、もう表集計してるだけで楽しませてもらいました。まあまあ何が1位になるか分からんけど、分からん、あ、じゃあもう分かってるけど俺らは、うん、まあちょっとお楽しみに しててください、もしかしたら意外なもんが来るかもしれないし、まあ俺らが意外って思ってただけかもしれんし、みたいなね。まあね、そんな感じでどんな曲が1位になるかってね、もう予想してもなかったような曲とかもあるんですけど、まあまあ楽しんでください。あれっす、配信でもこのライブやるんで、そう、ついに配信です。まあ、かたくなに配信拒んできたんですけど、まあまあまあそろそろええかなみたいなね。まあそう、月末なんでね、速度制限ならんように注意してください家に Wi-Fi 通しといた方がいいよ、うん、Wi-Fi ぐらい取ってるよね、うん、うん、まあ面白い感じで見てもらえたならと思いますね、うん、まあ好きな曲が入ってるか入ってないかは知りませんが、まあ、見てもらえたらいいんちゃうかなと思います。CD 買ってご視聴いただくか、まあ、直接新宿アンチノックさんにお越しください。11月28日です。はい、そんな感じでね、はい、まあ一通り喋りたいことは喋れたかなと思いますね。はい、じゃあまあお疲れな。今のうちに出しとけ、お前ら。